はい、どうも、ベルトです。天才 MC です。はい、ということで、今回はですね、マイクラ TVT ガチ勢は、同時に初心者何人相手できるのをやってみたい！イエーイ！ということでね、今回マイクラガチ勢の天才 MC さんに来てもらったということで、プロマインクラフターこと、天才 MC です。よろしくお願いします。あ、こんにちはっす。こんにちはっす。ということで、今回ね、初心者の人をね、数人用意しました。ガチ初心者？まあ、基本的に初心者なんじゃないかなって思う。ガチ初心者なら結構いける気するぞ、俺。ちなみに何人ぐらい相手できると思う？ガチ初心者でしょ、マジで。うん。だったら多分 QD とかしまくって、あ、まず2人はいけるでしょ？ 2 人はいけるね。2人はいけて、3人いけて4人倒したら熱いな。いやー、じゃあ目標4。よく言ったらすごくない？普通に。すごいすごい。3でミスる可能性もあんな、普通に。そう、だから、最初とりあえず1人ずつ戦ってもらって、はいはいはい、1人勝ったら次2人相手、で、次勝ったら3人相手みたいな。はいはいはい、はい。同時にだから、どんどん増えていく形式。めっちゃ面白そうですね。じゃあそんな感じで、やっていきましょうか。やっていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。じゃあ、試合ましょうか。やっちゃいましょう。レディー、ほいさあ。まあ1対1だからね、まず1対1だからね、無駄に緊張すんだけど、これここで負けたらもうダメよ。もうスピード、スピード、もう瞬速、瞬速、あー、いいね、瞬速だね。はいはいはい、まあさすがにね、初心者なんでね、1人目は余裕と。はいはいはい、さすがに1人目は余裕だったので、次は 2v1 やっていきましょう。じゃあいきますか。まあ 1v2 なんで、 1v2 怖いよこれ、普通に初心者2人だから一応。これ思ってたより怖いわ、なんかいけんのこれ。プロの意地よ。プロの意地でしょこれ、さすがに。さすがにね。でもやばい、待って、やばい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 って。一人ずつやんないと、一人ずつ。ああ、ちょっと溶かさないと。そうね、そうね。いいよ、いいね、いいね、いいね。オッケーオッケー、いいね。あ、もう勝ち確、危ねえ。勝ち確勝ち確。あ、いいよいいよ、あるあるある。まあまあまあ、ちょっとこれな、立ち回りだわマジで。2人目も余裕で撃破ということで、次は 1v3 やっていきたいと思います。これでまず2人目撃破ね。撃破撃破、もうきついって話したらね。オーケー、スタートで。1対3。いや、いけるんじゃない、普通に。いけるか、ボードスパしてくる。はい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 、まあ様子見、水巻きで。いけんのか、いけんのか。一旦ね、様子見ね。やばいね、辛そう。さすがに数の暴力、これ落ち着いて、それでね、やっぱまだみんな火が消せないね。おい、マジ？オッケー、あ、火が消せないね、火弱点だな、お前ら。火が弱点らしい。溶岩だ、溶岩。オッケー、いいね、いいね、いいね、落ち着いてんね、いいね、落ち着いてんね。もうこれヒールの、はい、この時点でヒールイーブンなんで。はい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 、まあ拾ったもんね、ちゃんと。うん、拾ったからね。まあ1対3もいけそうだね、なんかこの感じだと。あ、いけんね、ミスんなければ。俺的に5人ぐらい相手してほしいからな。5人。いいね、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 燃えてんね。あ、でもだんだん水をね引くようになってきた、対策してきてる、だんだん。あー、危ねえ。お、これで 1v1。 いいね、距離さすがに勝ったか。勝ち確、勝ち確、ピビ勝ち確。いいね、いいね、いいね、オッケー。いける、いける、いける、思ったよりいけるぞこれ。3人目も余裕でクリアしたということで、次は 1v4 やってもらいたいと思います。1対4ということで、はい、スタートで行きましょう。やりましょう。おー、やばいね、いかついわ。いかついな、これどういう条件。いかつ、やばいね。でも多分作戦的に弱い人からどんどん落としてった方がいいね、これ。やばい、人数がやばい、人数やば。さすがに僕やばい、人数がやばい。怖いねこれ。弓班までいるわ、ちゃんと弓班いる、これ弓班までいる、ね、これあれだね、最初に一人やんないときついだろうね。うわ、怖っ。あっ、やばい、ジルク大丈夫か。いっそ、いける、やるね、やるじゃん、ちょっとやるじゃん。まあやるやんぐらい。まあやるやん。これ味方同士で戦っちゃダメよ。天才虫を狙うよ、みんな。いいね、いいね、いいね、うまい、うまい、うまい。さすがプロ、さすがプロ。あ、でもそろそろ手を落とさないときついんじゃない。うわー、
怖いねこれ。やばいねこれ、なかなかね。きっそーマジ。ちゃんとね、マジで勝ちたい欲が伝わってくるわ。おら一人落とした。うわ怖っ。これで1対3今。うわうわうわ、これはきっそきっそ。怖っ。弓も弓がガチやばい。死ぬ。おでんておでんておでんて。いや死んだ。上半身かよマジで。いや惜しかったけどな。もう一回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 泣きのもう一回泣きのもう一回。結構ね惜しいとこまで行ってたんで、泣きのねラスト一回のチャンス与えたいと思います。ということで見てください、どうぞ。ちょっともう一回お願いします。もう一回。1対4、2回戦目。2回戦目。スタートで。スタートで。さあ、どうやったとき。でも慣れてきたんじゃない、ケンちゃんも。うん。ちょっとね、一気に4人相手するのきついだろうな。やばい。水槽しても人がいる。やばい、そっちから来る。すごいね、それ。きつそう。やばい、待って。死ぬんじゃん、それ。痛いぞ。やばいやばい、やばいってこれ。これやばい。やばい、もう壁です、そこ。すぐそこ壁。はいはいはい、落ち着いてね。やばい。怖っ。やばいこれ、寝てんのやばいわマジで。やばい。あー死んだ。無理だわこれ。無理だわこれ。1対4はね負けてしまったんですけど、次は逆に10人相手にしてみたら勝てるんじゃねということで、1対10やってもらいたいと思います。それではどうぞ。どうですか1対10の。いや俺には作戦がある。作戦がある。オッケー。ということで1対10逆に勝てるかもしれない。逆に勝てると思うよ普通に。スタートで。スタートで。いけんのかこれ。やばすぎやろこの量。こんなんグロいだろ。でも FFA だから一応ね全員殴れるから。あ、くそダメだ。でも敵同士で殺させようと思ったけどダメだこれ。あ、ダメ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 。無理やろこんなん。死んだわ。はい、ということで、まあ、今回ね、まあ、マイクラ PVP プロに初心者同時に何人相手できるかってのを検証したんですけど、まあ、検証結果は3、はい、3人なんかすごいな。まあでも1v3 でもね、全然いいでしょう。俺が3人の力ね。そう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 。まあまあ3対1はさすがにきついっしょ。もしね、もっと進化して、バカ強くなったらもう再チャレンジいつでも待ってるんで。そうやな。もう今いけるよって時、呼んでくれれば、またし、うん、用意するんで。じゃあ次回のリベンジ編ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。